コ戸ベルージュ仕様のショートケーキ、コ戸ベルージュは2012年に復活しそれ、以降神戸市北区で栽培されているイチゴの品種。しっかりとした果肉で酸味が強いのが特徴。酸味の強さがケーキ用のイチゴに適しており、洋菓子店でショートケーキの具材として使われている。1960年に神戸市北部市道農場にて開発された路地栽培用イチゴで、 当時は神戸苺と命名された。神戸市が開発した唯一の苺品種である。果肉が硬いため出荷時、運送時に傷がつきにくい。その後、ハウス栽培が主流となり、1971年頃には生産されなくなり自然消滅していた。2012年になり、地域おこしの一環で、北区大蔵町の農業経営者、池本義和が復活させ、 2015年現在1800株を栽培。神戸市長の久本木造が、神戸ルージュの愛称をつけ、神戸市の特産品として普及させる戦略を立てた。その後、神戸市から依頼された菓子メーカーの神ケールスが、神戸ルージュを使用したショートケーキを約1年がかりで開発。神戸ルージュ特有の甘酸っぱく濃厚な味を生かし、柔らかなスポンジと口溶けの良い生クリームを使った。 レシピを完成させ、その後祖母やシケールス直営店、ファクトリーシンなどで、いちごショートケーキとして販売されるに至った。神戸ルージュのルージュは、フランス語で、赤や口紅、神戸煮などの意味。ABC 読売アンリアン新大人総研、神戸いちご復活祝う、ケーキ2015年3月30日9時21分、a b c ケ k ウエスト、復活栽培のいちご。 神戸ルージュショートケーキでどうぞ2015.2218時25分、ハット a b 産経ニュース、半世紀ぶり復活栽培のイチゴ、神戸ルージュと呼んで、ハット ABCD 神戸市公式サイト、神戸生まれの幻のイチゴ品種、神戸イチゴを愛称決定。イチゴショートケーキとして、販売開始されます。ありがとうございます。